そうですね、試合前から厳しいゲームになるのを分かってたので、しっかり今勝てたことは これからの試合に向けてすごいチームにとってはプラスの試合になったと思います。やっぱ自信、すごい自信になると思うので、前回の優勝しているチームなので、これが、まだ優勝したわけじゃないんで、まだグループ終わっただけなので、これからの試合に向けてはすごいプラスだし、やっぱ自信がつく試合になったと思います。より、シュート、ゴールの意識が、だいぶ変わって、攻撃のパターンだったりだいぶ変わってきたので、そのゴール意識っていうのがすごい変わってるし、チームディフェンスの面では、チーム一丸となって やってるので、それは去年よりは上回ってるのかなと思います。